品川区立日野学園は東京都品川区東五反田にある公立の義務教育学校。小中一貫教育を行う全国初の施設一体型公立の学校であり、品川区の1校目。2006年4月開校。2016年4月義務教育学校に移行した。2003年に小中一貫特区として認定され、品川区の全小中学校が 特区研究開発学校として研究を開始。2006年、大崎地区の区立、第二日屋小学校と区立日野中学校を一体化し、校舎を新築して、品川区立小中一貫校日野学園と称した。これまでの6.3世を廃止し、休暇年を4.32年で分ける4.32世を採用、児童生徒の能力を伸ばし新しい教育を開発していく方針。 2016年度から学校教育法の一部改正により義務教育学校となり、第2日や小学校、日の中学校を正式に廃止して品川区立日野学園を新設した。小中一貫構造化の大きな要因として、少子化による児童、生徒の減少が挙げられる。学校のシンボルはフクロウである。中学生が小学1年生の面倒を見る B&S 活動が、 ある。また、リボンの色は学年によって違う。リボンがあるのは5年生からで、5から7年は赤、8から9年は青色のものを着用している。国際社会で自己実現を果たす児童、生徒の育成国際社会で自己実現を果たす児童、生徒の育成の視点に基づき、これからの厳しい社会を生き抜く力を児童、生徒に身につけさせるために、 施設一体が体育校として、効果的、効率的な教育活動を推進する。そのために、学校教育目標を新たにし、学力の育成と、生活力の育成の2本の柱を中心にとして、教育活動を推進する。品川区立義務教育学校を設置します。品川区教育委員会、http www.city、品川東京 .jp、j p. カラット、アザー000066800、27から4、義務教育学校、PDF2016 年4月14日閲覧。五反田夏祭り2019五田フェス。www.facebook.com。2020年4月13日閲覧。AB、平成30年度新入学学校選択制度、実績品川区。 www.city. 品川 .tokyo.jp、ok、2020年3月28日閲覧 ab 平成31年度新入学学校選択制度実施状況品川区 www.city. 品川 .tokyo.jp、ok、2020年3月28日閲覧 ab 令和2年度新入学学校 選択制度実施状況品川区。www.city. 品川 .tokyo.jp、ok。2020年3月28日閲覧。ab 令和3年度新入学学校。選択制度実施状況品川区。www.city. 品川 .tokyo.jp、ok。2020年12月29日閲覧。教育再生実行会議。 首相官邸、2020年3月30日閲覧。第15回教育再生実行会議配布資料。首相官邸、2020年3月30日閲覧。平成25年度日野学園パンフレット平成30年度日野学園カタログ、品川区教育委員会品川区立日野学園学力定着度調査の結果と取り組み。 school.cts.ne.jp 2020年3月19日閲覧。abc 平成30年度、上級学校合格者数一覧 abc、令和2年度進路状況報告資料、r2.47 現在、2020年4月13日閲覧。ab 平成29年度、上級学校合格者数一覧 abc。 令和3年度進路状況報告資料、品川区立日野学園、2021年5月22日閲覧、ありがとうございます。